森崎清人と申します、えー、住まいは、えー、ちょうどこの長田の町の高取山という山がありますけどその麓で、えー、住んでおりますで震災の時はあそちらの方であのあの揺れを体験しましたまあ初めて地震と思わなかったんですねななんか大きな爆弾でもね あの落ちたんだろうと子供が宝ですからその上に追いかぶさってですね屋根が落ちてきてもまあ大丈夫じゃないだろうけどとにかく子供を守ろうというで隣の部屋ふすばですけどねバッと開けますとね四方のタンスが全部倒れてましてねそれをこうまたぎまたぎあ2階なんですよ。で1階に降りておりましたらもうテレビは飛んだようにひっくり返ってるわ。 冷蔵庫も倒れてるわという何から手をつけていいかわからんのでまあ人間がはない方になりますとね片付けようという気はなくてとにかく当たり前のことですけど自分の体家族の体の方が命の方があの心配になりますからまあそれを何とかせんとあかんということでしたんですけど中にもガラスがね割れてるので。 まあ近所もも同じようなもんですただねご近所のね奥さんが直後ですよ「皆さん」大丈夫ですかー?」という奥さんの声が女性の声が聞こえましてねで家内が「あ,あどこどこの奥さんや」って,ってそしたらご近所の方で「大丈夫です」と声が上がったりねあの時ね「あ,あ皆さん大丈夫だ」という意味もあるけども。 あのほっとしましまたねその人の声が聞こえるっていうのがね自分たちで全く孤立してるわけないんだけどもあの時の声がけというのはね今思ってもなかなかできることはないんだけどもそれは誰に私に向かって言ってるわけじゃないけどもそれを聞いた私はとても安心したそんなことを今やっぱり人間覚えてますね25年前のこともね。 ええ。でそうこうしてましたら、まさにあの。僕の馴染みのある長田の町の方から。煙が。上がっていて、それは一本の。もんじゃなくて、こう、うんとですね。幅広い煙が上がってましたよね。で。これは大変なことになっている。自転車で行くとね。まあかけていってもいいですよ。かけていっても。 15分もかけていくとその地域には、まあ、降りていけるんだけどもまあ私は降りていく勇気がなかったのかなで幸いにもテレビがついてましてねあの電気が通ったんですねその当時、えー。ようやく昼過ぎぐらいから映像がテレビの映像が始まりました。 そしたらなんと私が子供の頃にあ実はあのあの千駄市町とかあの高取市場の周辺に僕生まれ育ちましたんでねそこがですねあの日吉町とかそういったも自分に子供の頃に遊んだところとかっていうのはやっぱり覚えてますからねそしたら本当に家族のなんかこういう 石塀とかそういったことが確かにあるのにそこにね自分の街が焼けてるのをテレビの前で見てそれをとヘリコプターから撮ってる映像をですね見てるリアルにそこに行けるのに映像で見てる。 でで人間言い訳すするんですね今から言ってもこれ消しようはないしみたいなね自分一人ではって確かにそのまま行ってないんです、うん、でいやしかしテレビでどっかねもう遠いところの本当に行けない場所をテレビで見るのはまだしも行けるところをテレビで見ちゃう自分ってそれ25年前ですよ。今だったらこれでね いう世界になってますよね気をつけないと実はなんかそれでね見てしまって体験もなくニュースで見てみたいなようなことをね、えー、感じた夜でしたねあのー、私と地域のつながり方というのはね本当に、えー、震災 があってからのこのなんだろうつながり方というのはすごいあのな表現があれですけども濃厚なもんになりましたですねで何かないですかって問いかけを実は5年間やった震災直後から何かできることないですか何かないですかというねこの言い回しをねやってたら誰もね 話聞いいいてくれないんですよ忙しいから、ね、震災のいろんなお仕事もあるし自分の生活もあるしそんな僕がね人が集まるとこに行ってね「何かないですか?」って言ってね何なんだ、ね、あの近畿特集の森崎ですが」何かないですか?」ですよ。それでねその時一生懸命言い回っててね会う時ね「あっ!」と思ったんですよ。「何かないですか?」ではねこれ頼もうわというないわけでね。 これができますけどとかね具体的に自分ができることを言わないとあのこっち向いてくれないというのをね俺何年ぐらいやったかなある時ふっと気が付きましてねそうだと思って。で自分のよく言うところの、えー、強みいや自分が持っているもので得意なもの、うん、提供しようったはすぐできるようなものそれでいて他の人が。 100人な10なって自分しかでき人揃うとね似たような人がいますけどねそういうことを無理なく自分がたまたま持ち合わせているものを提供したり私タクシーなんで車を持てましてねその車を使ったら何て言か「ああそれはちょっとね商売道具やから」とかねなんか自分を何か。 その宣伝してるんちゃうかというのでちょっと遠慮しちゃった部分があるんですねところがにになってみると僕にはそれしかないんですよ、ね、そしたらね10人おったらタクシーやってる人少ないんで,で「これやりますよ」って言ったらね途端に「これやってくれ」森崎あんたこれやってよ」そしたら「何かやれませんか」というのと思いやってるからすぐ引き受けるんですよ。 やれますやれますすかってやれよこれできるやろうかって言ったらねできますよ言うてくる人は僕,なり僕のことをよう見ててこの人やったらできるやろうと思って言うてくるんですよもうシャリムに何も考えずにもうね無差別に言うてくるわけじゃないわけでこの人に言うてくるわけですよね森崎に言うてくるだから僕の、ね、やれることを言うてくるからもう安心してできますっていう。 そうしたらいろんなことができるあのあの提供できるようになってで自分の結果可能性自分ができる可能性って自分一人ではね思いつかないんですよそれができるとはなんか抽象的に言うとるから、ね、これができてあれができてこれができてみたいなね思わないけども人から言われてできる依頼を受けてできますって言うて思いもつかないことをやるんですよできるんですよ。でこっちもできると そのことを、ね、繰り返してやっていくごとに自分の持っている可能性がどんどんこう広がってくるということが気が付くんですよ。で実際にやっていくとそこにまた人がいてねこれをやれるならあんたできるとつ,つまりこ,こういうふうに広がっていきましてね。でそれがそこで初めて。 自分の持ってる仕事商売ということを言うてもいいんだけども仕事やね自分の持ってる仕事が生かされてくるんですよやりがいが生まれてくるんですよで余計にまた拍車がかかってまた何か工夫をしようと思いますよねそういう中で、えー、どんどんそれもね一定の期間トンだってトンであって,トン,あってトンじゃないんですよトン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 と始まるんですよ これをね一回で、ね、味わったらいわゆるその人格形成まで呼びますよね、うんうん、で私が、ね、言いたいのはね自分の持ってるものを外に出せるっていう機会がみんなが困って課題をいっぱい持ってるところで生まれてくるものといっぱい 倍のその,、うんそのえー、リクエストがあるわけですよ。今この時点で災いがありますよね。見えないマスク戦闘遺憾という災いですね。ここからねこの不安を揺れじゃなくてこの不安を 力に変えていくという。この動きは今からでもできます。誰もやったことはない。それをやること自体が不安かもわかりませんけども、ただ。やってみる。値打ちはあるよね。それはもともと。自分の持っているものを。できひんやろかって。問われたときに。ああ、ドア開けて。これができますと。と 完成品です。まだ未熟なもんだと思いますよきっとところが向こうも未熟多くの人が多くの人が未熟なものを持ち寄っていってさあこれはどうやともう世界を相手にするわけじゃないですよ初めは小さなバーでコンパクトなバーというか小さなバー、まあ、仲間うちみたいなもんで集まってこう,こうやるかそしたら、いやいやや、こ私あの、うん お医者さん知ってるねねとかね病院の方も医療従事のしてる人がいてねもうあかんと言うてるとでもあかんじゃ困るやんかみたいな話をするわけですそしたらそこでこれこれそれやってくるそれやってるとちょっとでも助かるわみたいな話が出てきますん、ね、でちょっとでも助かるがちょっとが実は自分の持ってるもんであったりこれはねするもんなんです。 全く使えなないいものはないです無駄なことは一切この世の中にない生きて生きてこれまでやってきたことの経験の中で自分がこれは持ってるなと思って挑戦してきたものというのはね必ず使えるんで震災前の私と震災後の私は変わったと言いますけれども皆さんもぜひそういう意味においてはこれからこれまでの私と あなたとこれからのあなたは変わったんやというふうに何かこう悔いを打つというか病を打つというかそういったようなねことで歩み出ししてほいいと思いますきっと社会のことまで考えてよろしい皆さんにとって一人一人にとって素晴らしいその人生という 生涯が待ってるんやというふうに思います。